何かに似てる。あ、これはクリームチーズのキユーロポ。アイケ、生きてるみんな。熱海って言うと海、魚介、観光地ってイメージ強いけど、スイーツもじわじわ来てるみたい。なので今回、熱海ミルチーズっていうチーズケーキ屋さんに行ってみた。ユーロポ。はあ、速報。お目当ての焼きバスクと飲めるバスク売り切れてた。さすがは人気商品。残念。でも可愛い店内見てたら元気出てきた。店員さんに他のおすすめも聞いて一通り買ってみた。可愛いイートインで試食タイム。まずは定番商品の熱海チーズケーキ。違った種類のチーズが層になってるんだって。ああ、スプーン入れるのなんか緊張する。ママ。次はチーズ濃いめって書いてあった。どれどれ。そう、中のクリームの濃厚さ。何かに似てる。あ、これはクリームチーズの木。小さいけど味しっかりしてて満足感がすごい。最後は期間限定半熟バスク。この小さくて可愛いフォルム、なんか守りたくなっちゃう。いただきます。チーズの酸味とチョコの甘さがマッチしてる。いろいろ食べたかったけど、人が多かったのとお腹いっぱいになったので、今回はここまで。オンラインでも買えるけど、熱海に行ったらぜひ一度行ってみてね。